技術班からご連絡します。タフ到達まで3号機タフ到達まで、1時間弱と評価しています。タフ到達から、炉心余裕まで、4時間ぐらいというふうに評価しています。炉心損傷までは燃料壊れない？炉心損傷までは燃料壊れません。じゃあ微妙なところだけ分かんないけど4時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さなければ弁当前に炉心損傷ってことになっちゃうんだね。はい、私は4時間って言ったのが炉心余裕です。あ、余裕か。炉心損傷でいくと7時半、2時間になりますんで、もうちょっと今の時間感覚早いです。だからそれまでにはあのバルブ開けに行かなきゃダメだよね。だから線量上がっちゃうから、じゃあもうさっさとやるんだ。はい、もうやろう。技術班からです。燃料が露出してから、しばらく時間経ってますので、炉心余裕となっている可能性があります。モニタリングデータの最新版が出ました。お知らせいたします。正門付近8時10分、正門8時10分 3.16 マイクロシーベルトパワーは変化なし。モニタリングポスト4番付近8時23分、882、15錠になります。882、マイクロシーベルトパーアワー、500マイクロシーベルト超えました。所長、モニタリングポストで15錠超えました。今要するに検討してくれ、安全グループが言うにはね、1F にもね、1F1 と同じように、もう僕は完全に裸んぼになっちゃってて、この先ほど、要するにドラウェルの圧力が500くらいって言ってくれたんだけども、それは要するに水素ガスの圧力によって、もう要するに上がっちゃってるんじゃないかと。したがって、1F にも非常に危ないっていうか、もう非常にひでえ状態になってんじゃないかって言ってんだけどさ、この500グラというドラウェルの値が正しいかどうかっていうのをまず確認してくれる？はい、それは今、計器を全部ですね、確認してるんですけども。水系動かないです。全然動かない。モニタリングポスト4番の、今の線量率がですね、1600マイクロシーベルトパーアワーと、それまでが、40パーアワーでしたので、だいぶ上がってきているという状況にあります。というより15錠だ。またそうですね、境界ですが、はい、すみません、もう一点ですけど、こちらはですね、構内のですね、大体の線量の様子を表しているんですけども、こちらは単位はミリシーベルトパーアワーでございまして、30とかですね、50ミリシーベルトパーアワーと、非常に高い線量になってございます。で、免震棟の周りでもですね、5から10ミリシーベルトパーアワーということになってございます。で、免震棟と事務棟をですね、往復しただけで1ミリシーベルトを受けるぐらいの線量ということで、1号機の爆発があった以降ですね、高くなっているという状況です。で、3号の影響が見えるかどうかというのはちょっと分かっておりません。保安班から連絡いたします。ただいま、お配りしました3号機原子炉建屋1階のデータでございます。パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで、保安班の者が現場の方に行きました。北側エアロックを開けるとモヤモヤがあって、300ミリシーベルト以上になるということで、すぐ閉めました。どうも建屋の中の線量が異常に高くて、昨日の 1F の位置と同じような状況にあるように思います。これを考えると相当もう水素が出ていると考えざるを得なくて、で、今からですね、例えばブロワードパネルに穴を開けるとかなかなかできないんで、なかなか対策は難しいけれども、燃料がある程度損傷を受けた水素が出てるかもしれないというふうに判断をしていますということを言うってことで、昨日の 1F1 と同じような、水素によると思われる爆発が生じる可能性がありますと、そこまで言っとく必要があるんじゃないかと。わかりました。はい、で、まず保安員と官邸にこれを言って、もう一つ相談なんですが、プレスにも言ったらどうかと思うんですが、どうでしょうか。皆さんのご意見どうでしょうか。官邸とかあれに行ってからプレスだと思うんですけど、プレスにも言うよということを前提に
話をしてもらうと。どう、うん、そっちから情報が出ますので、いいよろしいですか、ちょっとすいません、はい、本店の本部の方順番を間違えずにプレスにも言うってことだと思います。順番を間違えずにプレスにも言うってことだ、ね、ホワイト官邸に相談して、それで了解を取ったらプレスにも言っておくと、はいはい、いうこと、はい、1の3は弁当をね開けるそうなんだよ、うん、水素の問題、それはまあ株式的には非常に少ないと思うんですよ。だからそんな話をしてね、国民をまあ、すみませんのがいいのかどうか、これ選手は判断だけど、逆に言うと、次の社長記者会見でそれ聞かれたら、おそらくありえない。あれじゃん、現在1組入って6時から、6時20分あれがダウンスケールしちゃったじゃん、10時まで対象の地域については水位が、止まらない可能性ことも、小森さん、はい、水位がダウンスケールしてる、うん、これね、もう危機的状況ですよ、これこれから評価をしますけども、13評価をしますけども、今、風向きが南南東ですので、陸地側に向かって、双葉町方向に向かって今吹いています。はい、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、要素を水に通さない状態での放出になります。したがって要素の、放出量が桁違いに上がります。この状況でもうちょっと何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。了解しました。退避命令出します。現場にいる、連絡企業の方々、一度、現場から上がってこちらに避難してください。被爆評価の結果、あらあらですけど出ましたので、ちょっとお願いします。前提条件は火葬事故で 100% 放出しています。したがって、今、カムスで 25% ですので、それと考えるならば、まあ、4分の1ぐらいの値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ、要素が支配的です。で、これ3時間後のデータですけども、3時間後で、最大ポイントは、南南東の風、2メーターで評価をいたしますと、最大ポイントは、2.2 キロ先、ちょうど敷地境界あたりで、5700ミリシーベルトです。5700。で、これの4分の1だと考えると1600ミリシーベルトになります。要素です、要素。で、その後、この枠が、1000ミリシーベルトですので、250ミリシーベルト圏内がずっと相馬郡の方まで、3時間以内に広がっていくという評価になります。250ミリシーベルトが北の方に行くんだよね。そうです。ただし風がちょっと待ってるんで、今風少しデータを、連続して見てますけども、東風が試合的なのか西風の試合が試合的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちょっと今のところ掌握できてません、すいません。ごめん、今の絵で20キロってどこら辺になるの。はい、20キロはですね、縮尺、これが5キロです。ここが5キロです。10キロ、20キロ、ギリギリ20キロの範囲ぐらいです。で、20キロのところはどのぐらいの線量になるの。20キロのところが、これが線ですか、250ミリシーベルトです。250ミリパーアワーですか。ミリシーベルトパー、いや、アワーじゃなくて、積算線量で250ミリシーベルトです。で、ただしこれ3時間ですので、この後、さらに時間が経過していくと線量もう少し増えていきます。
保安班から続報です。先ほどのデータ3時間後のデータを示しましたけど、今度24時間後のデータをお持ちしました。今現在南南西の風ですか、こちらの方向の風の方がどちらかというと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、この辺りこの辺りが20キロの境界線です。それに対しまして要素での最大エリアが、まあ、これ24時間のところですから、このぐらいのエリアでも収まります。ですから20キロちょっと先のところまで、線的には250ミリシーベルトを超えるエリアが広がっています。炉心損傷割合が3号の炉心損傷割合が 30% になりましたので、その旨通報したいと思います。はい、通報してください。今NISA、保安員と艦艇、保安員からも艦艇に向かって共同して処理してますが、今プレスを止めてるそうです。それで今プレスには止めてるんです。話すの今3号の、原子炉格納容器圧力、異常上昇ということで15錠のプレス分を用意しておりますが、国からマスコミを止めているということで、プレス発表を行わずに待っている状況でございます。一方で福島県の方から、9時から、関係部長会議をマスコミオープンで行いたいと、それなので9時までにこのプレスを行うように、依頼をされております。いや、この何プレス分をレビューせっていうの。そうです。発表せよということだ。からの関係部長会議で、県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという要望です。いや、それでその中央側の方との調整の方が大事なの、どっちなの。国がマスコミ止めているということで、プレス発表をできない状態でいるとちょっと HF の方で認識しているんですが、事実等であれば9時までにプレスをさせてくれという福島県から要望を聞くとしたら、そういう接種をしてもらいたいと思います。うん、だからこれむしろ中身のレビューじゃなくてそういう話。本店側としては先ほどの方からお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保安員の方も全てをプレスに対する情報は止めていると、それに伴って事業者からの公表もやめろということで止められてきています。その状況の中で今度は県の方がやれと言っているということです。いや、だから事業者としてはその県が言ってますよっていう話は伝えてもらって、県と保安員とかでちょっと調整してもらうしかなくて、我々の決定権というのはどちらかというと、いや、本県は今原子力災害特別措置法に基づいた国のガバナンスのうんと強い中の話になっているので、もちろん県を無視することは全くないんだ。じゃあまず官邸に告げ口、官邸に告げ口、県からこう言われて困ってると。それでね、はい、要は我々が認識しておかなければいけないのは、そういう状況を説明しても、はい、これ県は必ず単独でプラスをすることになるから、その時にどうするかってことを考えておいた方がいいってことですけどね。すいません、先ほどのプレスに関する情報です。今で保安室2歳の方を確認していただきましたが、絶対にダメだというのが2歳の見解で、このプレスは行うなという強い要請だ、指示だそうです。石崎さん、この15条のプレスっていうのは何か決着を見たんですかね。はい、福島事務所からですね、県に話をしてもらって、県の関係部長は了解で、部長クラスから知事に話をしてもらって、知事もしぶしぶ了解と。で、9時の関係部長会議については15条のプレー分は出なかったという報告が来てます。ただ今後はちょっとまだ予断を許さない状況であります。これテレビにこんなのが出ててね、プレスもされてなくて、あんまり喋れなかったっていうのは県としては印象悪いでしょうね。これは相当悪いと思います。すみません、先ほどですね、保安員さんの方から止められていたという話をしました。福島第一3号機の関係で、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほど NHK の方で、
東京電力福島第一3号機の格納容器の圧力が非常に上がって作業員が一時退避したという報道がなされて、マスコミからの予想が質問が予想されますので、現状としてはスタンスとしてまず固めまして、できるならばプレスをする、ダメであるでも、このトーンで、口頭で回答させてくださいということの調整をさせていただいています。はい、本店。本店、本店、大変です、はい、大変です。はい。3号機、多分水蒸気だと思う、爆発が今起こりました。はい。はい、緊急連絡。11時1分です。11時1分、了解、緊急連絡します。はい。はい、あと現場の人のは、対現場の人、はい、全員さ現場から上がらせられるかい、緊急に関係者にすぐに連絡して避難の用費の話になるから、はい、早く占領のやつちょっと、はい、あもう避難、すみません、今は風はですね、南西方向です。海側に行ってるはずなんですけど、はい、今度はですね、振動がなくて海側に奥かなり高くですね、じゃあそれ発信できるように準備して、で、あとは実際の方に 2F なんですよ、これは1 f で風向きが強かったらなんとか見えませんかね、煙の方向とかなんとかで、この件ですね、事前にシミュレーションをしていますけれども、その内容についていや説明するかどうか、外務に対して官邸とかそういうことをちょっとお借りしたいと思いますけれども、はい、シミュレーションについてはその前提をはっきり分かるようにしてください。了解、じゃまずそれ見せて、まあこれ自身なん。どんなシミュレーションなんか全然分かってないけど、うん、どういうシミュレーションなんか、これまずそこでお見せしなきゃいけないんで、はい、ちょっと今手元にないんですけど、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います。火葬事故で 100% のものが吹いてますけども、ただしその時は風を南風にしてましたんで、相馬の方に流れてくるやつだったんです。で今はマットが反対側に流れてますから、ちょっと前はこちらからの風で相馬の方に行ったんですが、今はどうもこっちから風引いて吹いてます。だから海側に流れていってます。で今の風で今計算し直してますから、ちょっとお時間ください。じゃあ上を取りまして、本日11時1分に3号機原子炉建屋で再度大きな、まあこれ大き再度はいらないですね、大きな音が発生し、発煙が発生しました。要はさ、1号機を3号機に変えただけだって言うんでしょ。それで水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかホワインが水素爆発って言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発可能性ということで、はい、広報班なんですが、福島事務所から、ちょっと依頼が来てます。次の第3報の福島第一の、プレス文に、福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいたいという話がありました。ちょっと読み上げますと、これから天候が崩れる予想だが、今北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はないという文言を入れてほしいという話がありましたけれども、ちょっとこれ言いたいのは山々なんですが、こういうことでいいのかっていうのをちょっとお分かりしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいかというのはちょっと気になりますけども、可能性はあるのか絶対ないんですね。で、おそらくそうだと、おそらくこうだと思います。ただしこれが西の方に行ったやつがもう一遍東に揺られて戻ってくることもありえますから、その時は拡散されて薄くなっているとは思いますけども、ちょっとリスキーですよね、ここまで生きるのは。本当はだからこういう話は国から言ってもらいたいところですけど、これだけでも自分たちからちょっと言うのはどうでかっていうコメントに思いますけど、わかりました、それでちょっと調整します。はい、ありがとうございました。調整するじゃなくて、はい、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談してください。お願いします。
ファンハンからです。この後、ウェットウェル弁当をしたときに、PCB 弁当をしたときにどうなるかということで、今の風向きは、2F のスタックだと、東向きになってます。東向きになってます。したがって、東向きで評価をしていますが、実際には、1F の風は北に向かってるっていうふうに現場では言ってます。これは体感です。したがって、この後弁当したときには、弁当すると排気筒からもやもやもやっと出ますので、その風向を確認してくれというふうにお願いしています。その上で、24時間後の評価をしますと、これ、炉心が 2% 損傷しているというベースで評価をしていますが、このようになりまして、この赤いところ、この太い赤いところが、今何だって、今海風なの？今海風です。海風、2F で海風です。1F は北に向かってるという話が、よくわからないんです。1F とにかくわからないんで、1F と今、2F が風向きがちょっと違うということです。で、仮に海風だとして評価するとこのようになりまして、一番真ん中の投稿線、統治線図が、統治線が、これは、これ気圧で、気圧。真ん中いいからさ、はい、20キロのところでその制限値超えるのかどうかだけ言ってくれよ。20キロのところで気圧で、10を超えるところが出てきます。それ目安はいくらにして考えたらいいの？屋内対比が10から50ですので、で、対比が50以上です。じゃあ、その対比してるから、その範囲ないと。ただし、気ガスの方がそうでして、要素の方がもう少し自然量多くなります。2号機の状況ですけど、18時22分ぐらいに燃料がむき出しになっているんじゃないかと想定をしてます。そうすると、約2時間で完全に燃料が溶融すると。で、さらに2時間で RPV を損傷ということで、まあ、22時過ぎぐらいには RPV がなっている可能性もあるというような非常に危機的な状況であると思います。まあ、ともかく水入れて、それから弁当だ。この2つだよ。あれでしょ。弁当も近づけないでしょ。え？弁当近づけないの？ピットの中には放酸入ってるんでしたっけ？あれ、放酸はピットの脇に用意してあるの、混ぜるために。炉の形式用意しなきゃ、用意しようよ。それは放酸、ピットの中に放酸を入れて、放酸が入ってるピットから吸えるところで、パイプをラインナップしてください。炉の形が変わってますから、放酸水を入れないと、入れた方がいい。対比基準というようなことを誰か考えておかないといけないし、発電所の方も中層なんかに居続けることができるかどうか、どっかで判断しないとそういうことになるので、対比基準の検討を進めてくださいよ。うん、分かった。それやったり、だからその前に、だけどそうなってますよって言うってことなんだからさ。で、2時間で見ると2時間で RPV 損傷の可能性あり。いいですね。はい。で、あとじゃあ、対比の基準については、これだ、ファンハンか。1時間ほど前に対比をする。で、その30分前から対比準備をするということを考えてます。何の炉心溶融？そうです。はい。で、その場合 の第一候補を今浜通り電力所でに本館で考えてますけども、はい、それが使えるかどうか今確認してもらってます、はい、それがダメだった場合にはエネルギーホールにを第二候補として今考えてます。まあ、我々そうかもしれないけど、一般の人 の, その、避難の範囲と避難の範囲、避難の中です今、そしたら一般の人にどうアナウンスするかと、はい、いうのは、まあ、オフサイトセンターは出すんだろうけど、高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。それはだから ドライウェルの破壊にもつながりかねないということですよね。格納容器が壊れます。ラプチャーですけど、前にも窓があるんですよ。それ開けないとスプダンスが止まっちゃうんですよ。先エサル弁が開いてんだよ。いや、だから まずいんだよ、さらに。弁当の方がいいんですよ。弁当急いで、弁当。じゃあ、吉田市長、
吉田所長。はい。見えないですけども開けてくれよ。はいはい。ちょっとさ、だもうそれ指示してます。はい。あの小弁は開いてももう一弁あるからさ、両そっちは開いてるのかい？もうあのいろいろ聞かないでください。ドライブウェル弁と今開ける操作してますんでディスターブしないでください。まず小弁から行って、小弁がダメだったら大弁行ってみます。小弁やれ、まず早く。ドライウェル 0.74、 タフちゃん 0.3、 ロワツ 1.17 です。まだ開けないで、ええ、まず弁として、弁当が先です。承知しました。